古代史新説チャンネル、邪馬台国と日本書紀の界隈。今回探索するのは邪馬台国の界隈です。卑弥呼がナシメラを魏に送った都市に関する論争を見ていきます。邪馬台国研究において慶初2年慶初3年問題というものがあります。卑弥呼は魏の司馬懿が公孫衍を討伐するのとほぼ同時に魏に対して剣士徴候します。それが慶初2年か3年かという論争です。魏志倭人伝を見てみます。そしてこのあと12月に卑弥呼は新義倭王に叙され、金印紫綬を下授されるわけです。このように倭人伝は卑弥呼の最初の剣士を慶初2年238年6月だと記しています。しかし現状では慶初3年239年説の方が有力で、ほぼ通説化されています。3年説には次のような根拠が示されています。まず当時の朝鮮半島北中部の状況です。公孫衍が殺され、一族が抹殺されるのは慶初2年238年8月です。慶初2年6月は魏軍と公孫氏軍の交戦中です。そんな戦乱の最中に卑弥呼が使いを送り、大砲軍の役人がその使いを洛陽まで送り届けることができないだろうという見解です。次に領書和伝の記事があります。そこには慶初3年に至って公孫衍が誅殺された後、卑弥呼が初めて剣士徴候したと書かれています。また寛延にも魏志からの引用として、倭の女王が慶初3年にナシメラを派遣して徴候したと書かれています。そしてもう一つが日本書紀の記述です。日本書紀は卑弥呼になぞらえた神宮皇后の摂政記239年の記事として、明帝の慶初3年6月に倭の女王が太傅ナシメラを使わしたと記しています。これらの根拠から魏志倭人伝の慶初2年は誤り、もしくは写本時の誤写であり、正しくは慶初3年であるという説が有力となっているのです。今見た慶初3年説の根拠のうち、領書、寛延、日本書紀に3年と書かれているということについては、後世の戦術ですので剣士年を確定させるほど強力な根拠となり得ないと思います。特に日本書紀は明帝の慶初3年6月と書いていますが、明帝は慶初3年の正月に亡くなりますから、6月に明帝はいないのです。明帝のと書くのであれば、逆に慶初2年6月と書かないといけないのです。ですから慶初3年説の拠り所は、慶初2年6月は魏と公孫氏が交戦中であるため、ナシメラは大砲軍へやってこれないし、大主の劉化はナシメラを洛陽へ送り届けることはできなかったという一点に尽きると思います。では本当にそうだったのでしょうか。両党と朝鮮半島の状況を見ていきましょう。三国志のいくつかの記伝の中に当時の状況が記されているので、そこから考えていきます。まず慶初元年237年の明帝記です。7月に明帝は優秀志士の官球権を両党に派遣駐屯させ、詔勅によって公孫衍を召し寄せますが、公孫衍は反旗を翻します。そこで官球権を進軍させ、公孫衍を討とうとしますが、雨が10日間も降り続け、涼水が氾濫したため、詔勅により遊北兵に帰還させます。これを見て公孫衍は自身を燕王と称して独立を宣言し、年号を昭寛元年と改めます。この官球権と公孫衍の交戦で、公孫卓伝は官球権は情勢が不利になり帰還したとします。しかし明帝記では川の氾濫により引き上げたと述べるのみですし、官球権伝では
王孫燕は関宮軒と戦うが情勢が不利となり引き返したと記されています。本当のところは分かりません。明帝紀は続けて右岸の前右高露頓や右岸都督王五龍らが部族を率いて帰順したことや朝直により両党の将校、軍吏、兵士、庶民で公孫燕の脅迫によって降伏したものをすべて許したことを記しています。ですからこの時点ですでに公孫燕の権力はかなり弱まっていたのではないかと推測できます。しかし公孫燕はここでおそらく最後の手段として燕王としての独立を宣言します。実は公孫燕は以前233年に呉から燕王に奉じられた過去があります。その時は呉を裏切ったのですが、ここに来て再度呉との連携を目論んでいたと思われます。これに対して明帝は即座に反応します。海沿いの4つの州に大々的に海鮮の製造を命じます。これは魏にとって両党の背後にあたる楽浪軍、大砲軍を攻めるためのものだったと考えられます。寛伝には慶初年間237年から239年に明帝が大砲大使に任じた劉金と楽浪大使に任じた千羽氏に秘密裏に海からそれぞれの軍に入って軍を平定させたとあります。公孫燕が燕王を宣言した以上、それを認められない義としては新たな大使を任命して領地回復を図るのは当然のことだったのでしょう。それが速やかになされたとしたら慶初元年237年中のことだったかもしれません。そう考えると慶初2年238年正月に詔勅を下し、芝居に軍を統率させ関宮軒を副将として公孫燕を攻めさせたのは余裕の規定路線に見えてきます。すでに楽浪軍や大砲軍方面に逃げることもできず、城兵に閉じこもった公孫燕を撃つのに急ぐ必要もなく悠然と進軍しています。時間的に余裕が生じたからでしょうか。高句麗伝では王の宮が数千の軍勢で加勢したとされています。そして8月についに公孫燕を打ち破り、その首を都に送ることになるのです。ここまで辽東及び朝鮮半島の状況を三国志の記述から探ってきましたが、このようだったとしたら慶初2年238年6月の大砲軍は劉金の次の大主劉化のもと平穏を取り戻していたと考えられます。そして公孫燕の弱体化が明らかであり、直近の滅亡が早くから予測されていたなら、卑弥呼は急いで魏への献使を企てたと思われます。それは早ければ慶初元年中であったかもしれませんし、遅くとも大砲軍が魏に帰した時点であったはずです。そしてこのような状況であったなら、慶初2年6月であっても海路なら何の問題もなく、陸路でもほぼ戦闘に巻き込まれることなく安全に、なしめの一行は洛陽を目指すことができたのではないかと思われます。ですから和人伝の記す通り、卑弥呼の最初の献使は慶初2年6月だった可能性も十分に考えられるのです。私は和人伝の文面通り慶初2年説を支持しますが、その一つの根拠となるのが清史元年240年に来和した帝舜たちが携えてきた品々ではないかと思っています。帝舜らは倭王に多くのものを届けます。1、詔書。2、印綢。3、詔、御事典。4、金、白、金、慶、唐、京、祭物などです。これはナシメラの剣士が慶初2年と考えればすっきりと理解できます。ナシメラが洛陽で皇帝から銀印政治を授けられ、詔書と多くの貸品を受け取り、それを持ち帰ったのは明らかです。
それは詔書の内容が物語っています。卑弥呼への金印指示は果樹、仮に与えたとされたもので、大宝大書に託すと書かれています。しかし大量の菓子品は送封してナシメラに渡すと明記されています。物品の種類と数量まで事細かに記されています。そしてそれが届いたら目録と照らして受け取り、国中にそれを示せと続けています。だから菓子印とともにその内容が記された詔書も一緒に渡されたことは間違いありません。すると帝舜らの届けた物品は一体何なのでしょうか。1と2は大宝大書に託された金印指示とそれにまつわる詔書でしょう。しかし3と4は理解に苦しみます。もしナシメラの剣士が慶初3年で謁見したのが明帝を継いだ正帝だとすると、正帝がほぼ同時に2度も詔書と菓子印を和に与えるというのはとても不自然です。やはりナシメラは慶初2年に明帝から多くの菓子品をいただいて帰り、帝舜たちは正帝からの新たな詔書と物品を卑弥呼に届けたと考えるのが妥当ではないでしょうか。ということで、卑弥呼の最初の剣士からそれに応える形で送られた帝舜たちの来話を時系列に並べるとこのようになるのではないかと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをクリックお願いいたします。ではまた。